どうぞ。上市土佐山田町に完成したのは菓子メーカースイーツの新工場です。スイーツは田野町の特産品田野屋円次郎の天日塩や上市雪神根牧場の牛乳など県産品を使ったおよそ40種類のスイーツを製造販売しています。中でも室戸市特産のさつまいも西山金時を使った西山金時スイートポテトロールは今年8月にシンガポールで行われた日本の宝物世界大会で日本最新スイーツ部門のグランプリに輝きました。3年前にはロケで商品を食べた三山博史さんも舌鼓。あ、これは新しいロールケーキの形ですね。今まで食べたロールケーキの中でこういうロールケーキはちょっとないです。これまでは製造が追いつかず販路を制限していましたが、新工場では去年の3倍以上の商品を製造・販売することができるといいます。総工費は9億8000万円。新市場の開拓や商品開発に力を入れ、2030年度には昨年度の売上の 3.4 倍となる15億円を目指します。新工場ということで能力も上がりますけれども絶対品質も上がっていきます。自信を持って全国に打ち出していきたいと。スイーツの商品は道の駅南国ふらりや土佐の里アグリコレットなどで販売しています。